新しい2014年も、はい、今日は1月の第4聖地礼拝になっております。皆さんも皆を心から崇めたいと思います。また聖霊様がこの場所に共にいてくださることを感謝したいと思います。今日こうして御言葉に仕え、教会に仕えるこの、神様の技に仕えることが許されております。この霊的なまた肉体のこの健康が許されておりますことを心から感謝をしております。また今週はフィリピンの今年最初のこの海外派遣が道が開かれました。長い間祈っておりましたこのフィリピンの伝道ですね、この教会の枝の教会としてスタートしたこの働きですが、ファウンテン・オブ・プレイズというね、命の、賛美の泉ですね、賛美の泉教会という名前がついているわけですね。それが上限というところから今度バレンシアに市にこの移りましたので、はい、町は変わったんですけどね、はい、その中で、ニワさん、ヤバさん夫妻、子どもたちが伝道に従事してお供養することを感謝をしております。ついにその場所にこの行くことが開かれました。いろんな事情があってなかなか行くことが許されませんでした、向こうの事情であったとこう思っておりますけどね、ついに彼らも、はい、宿を取ったりしてホテルを頼んだりして、はい、迎えようとしております。また庭さんが勤めておるこの学校の人たちが私たちをの受け入れる準備を、ね、なんか歓迎する準備を開いておるというようなことを聞きましたけれども、はい、そこで、集会が持たれたりあるいは交わりが持たれたり、そしてまた新しい働きが開かれたりということを祈り願っております。どうぞ、このイザヤの33章の17節、あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見るという言葉を掲げて、そして今日までもう35年目になりますかね、進んできました、はい、その御言葉の成就であるというふうに、実現であるというふうに捉え、感謝をしております。去年はオーストラリア、シドニーからメルボルン、それからニュージーランドのクライストチャーチからオークランド、そしてヨシコ牧師による北欧のこのフィンランド、それからベルギーとかポーランド、チェコとか、そしてイスラエルにもそこに行って奉仕ができました。ユダヤ人のための強力な働きということがなされて、はい、このユダヤ人伝道 の、はい、この一端を担うところにまでこう導かれました、はい、その前の年はアフリカの、はい、ウガンダですか、ウガンダ、はい、そこの伝道がなされました。本格的な伝道がなされました。そこにも、ね、携わることが許されて感謝をしております、はい、信仰のそれはスタートがあったわけです。神の言葉を握り、そして告白して、はい、スタートするということがあったわけ。最初は何もないわけですね、ゼロのところなんで、はい、何一つ起こらないわけです。この盛岡の地で、ね、那須川町の地で、ね、毎日の生活を繰り返しているそういう中で、はい、神様が一つ一つ導いてくださったということがあるわけです。それは私たちの信仰、個人の信仰生活においても同じことが言えるんだということを覚えてほしいと思います。